あちゃ、てっちゃんでーす。今回もジャンプチやっていきたいと思いまーす。はい、ということで、今回はね、ドリームキャッチャーガチャだっけ？あれをね、やっていこうかなと思います。ということで、やっていきましょう。はい、ドリームキャッチャーガチャ、200連分ね、とりあえず引いていこうかなと思います。でね、最高が400連なんで、また200枚集まったら、半分、引いていきたいと思います。はい、ドリームキャッチャーで引ける、運が良ければ記念キャラが当たるかも。出現、見ましょうか。おー、海洋剣国。と、エース、フルカール。白夜叉、キルア。イチゴ、ナルト、リョーマ。この辺が当たるみたいですね。で、他のキャラよりは 0.02% 多いって感じですね。なるほど。はい、ということで、200連分引いていきたいと思います。果たして記念は出るのでしょうか？まあ別にね、出なくても星5が出ればいいかなって感じではありますが。さあ、10連目はどうだ？来たねー。最初から来た。2体目。次ですね。どうだ？おー、初ゲ。はい、赤属性の、天王寺？なんて読むんだろう？わかんないけど。当たりました。反撃の場合 80%。なるほどね。あー、友情も使える。あ、結構使えそうだね。攻撃タイプだし。あざっす。では、20連目引いていきたいと思います。さあ、シルバーからのスタート。どうでしょう。来たね。一体。1、2、3、4、次です。ドン！おー、いいね。タルルート当たりましたね。嬉しい。30連目。確定きた。オッケー、オッケー。一体。次です。どうだ？お、記念来ました。かぶりですね。しかもまた黄色。記念キャラは黄色ばっかりですね。はい、ということで、引いていきましょう。シルバースタート。まあ、そろそろ星5はもう来ないかな？だよね。一回こういうのが挟まないと割合的におかしくなっちゃいますもんね。さあ、ちょっと上限が来たので売却していきたいと思います。はい、ということで、売却してきました。続き引いていきましょう。シルバースタート。さあ、どうだ。上がるね。いいですね。2体。1、2、3、4、5、次だっけ？これの次か。ドン！お、ホップだっけ？ホップ。そして、ご飯。いいね。青キャラ、緑キャラ。1体ずつ当たりました。3パーの攻撃ダウンと回復力 100% ダウン。なるほど。ちょっと使いにくそうだね。では、50連目ですかね。シルバースタート。上がんない。さあ、またしてもシルバースタート。どうでしょう？
上がらず。上がれ。上がんない。さあシルバー続きがいっぱいですね。おー、いいね。上がってくれました。1体、1、2、3、4、5、6、7、8、次ですか。ドン。お、やった、新キャラゲットしました。嬉しいね。回復キャラは嬉しい。全然持ってないんですよね、回復キャラ。なんで嬉しいですね。で、友情技封印サポーター、あー、これあれだね、今出てる魔人ブーで使えそう。上がれ。上がんない。さあ次で100連目ですかね。100連目。さあどうだ。上がったね。1体、1、2、3、4、5、次です。どうだ。お、ミリオ新キャラですね。当たりました、攻撃ダウン2個解除。へー、で 103% の追加ダメージ、追加ダメージじゃない、 103% のダメージ。プチ変換、あー、いいね、いいね、ナイスです。おっと、また売却していきたいと思います。はい、ということで、売却してきました。あと一回また売却しないといけなくなるかもしれませんね。では110連目。いやね、ここまでね、狙ってるキャラをちょっと言わなかったんですけど、狙ってるキャラがいまして、今めっちゃね、トランクスが欲しいんですよ。トランクス。トランクス手に入ったらね、もうちょっと魔人ブーがね、周回しやすくなりそうな気がしてて、トランクス狙いで今ガチャを引いているんですけど、なかなか出ませんね。まあ、ピンポイントだからっていうのもありそうですが。130連目。もうずっとシルバーからのスタートになっちゃってます。上がらず。ゴールドスタートの方がね、なんか、すぐ決着がつくから、そっちがいいんですけど。おう、ほうほう、言ってたら来た。上がれ。上がんねえ。上がれ。上がんない。さあ、また売却ですね、していきたいと思います。はい、ということで、売却してきました。いやー、もう何回売却してんだって感じですが。あとでね、どのくらい、なんだ、売却の時にもらえるの溜まったか見てみましょうか。上がれ。上がってるね。オッケーオッケー。一体。次です。どうだ。
おお、前田。はい、前田当たりました。黄色キャラですね。270% の、反撃。攻撃力アップ。そして、なんか普通ですね。上がれ。上がんない。お、金スタート。上がれ。上がんない。さあ、ラスト20連です。ラストの一番最後。次ですかね。ドン。もうブルマちゃうね。ブルマちゃうね。ブルマの息子が欲しいね。さあ、最後の10連はどうでしょう。上がれ、上がれ、上がれ、上がれ。上がんない。はい、ということで、200連終了しました。では、ちょっと売却して、星5がどのぐらい集まったのかと、もらえるね、やつをちょっと見ていこうかなと思います。はい。では、売却し終わりました。ということで、今回手に入れた星5キャラ見ていきましょう。入手順。そして、星5でいっかな。星5。一番下行きましょう。はい。今回は、1、2、3、4、5、6、7、8、9体出ました。200連で9体ですね。なので、大体、100連で5枚ということで、だいたい 5% で合ってますね、今回も。で、記念キャラは1体かぶりでしたね。まあできたらね、かぶんない方が良かったんですけど、まあまあ当たんないよりはマシということで、まあいいでしょう。はい、といった感じでございます。ではちょっと交換所の方に行きましょう。はい、今回交換所で多分20万ぐらい増えましたかね。30何万だったんですよ。33万だから36万ぐらいだったので、200連して、20万ぐらいまでなりました。はい。またあと30万ですかね。30万貯まったら紫龍か、まあ大君また交換しようかなと思います。はい。ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せてありますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。